ジュフテラレバーサス常吉2回戦目スタートです。カーン、また来たよこれ。本当にもう星の形のピアスがついてるので、これは偽物ですね。わかりやすい。その本物を右に並べてみても多分むずいよこれ。いや待って、うわっ、ちょこれね、いやもうわからん、ここでいろいろ考えてもわからんけん、本物としよう。もうこれで偽物だったらわからん、もうあっぱれよ。それはもう常吉に、常吉の勝利よ。わからん。うわー、うわー、絵画はわかるけど、絵画はわかるけど、こういうタイプのはダメだ。なに、耳飾りがあるとかないとかいう話。待って、そもそも耳飾りはあったっけ。ちょっと待って、なんだっけ、ネフェルティティでしょ、ネフェルティティ。待って、耳飾りあったっけ。いや、なんかあった気がするんよね。なんかさ、耳飾りやったらさ、耳飾りだけの研究とか進んでるはずなんだけど、そういうのが見たことないから、なんか例えばアクセサリーの素材を見るとかね。ねえ、まあ、素材を見ることによって、その地域で取れる石、あるいは、貿易の歴史とかが分かったりするんだけど、ね、ヨーロッパで見つかった宝石が、実はヨーロッパで取れる宝石じゃなかったから、アジアとの貿易の歴史が分かったりとかするんだけど、そういうの聞いたことないんだよね。いや、待って、無知だから知らないだけの話かもしれない。いや、でもなかった気がする。なかったと思います。耳飾り。真珠の耳飾りの少女、ヨハネス・フェルメール作、1660年頃、油彩キャンバス。当時は高価だった絵の具、ウルトラマリンを惜しみなく使った鮮やかな青色が目を引き、この鮮やかな青色のこと、フェルメールブルーなんて呼んだりします。青いターバンの少女とも呼ばれる。そもそも、この耳飾りは、真珠ではないという説もあるらしい。ほえーが、こちら大勝利ですね。やった、ここ夜景じゃね？わかんないけどさ、この大きさでしょ？で、多分なんだけどわかんないけど、こう、時代で並んでる気がしていて、で、フェルメールとレンブラントって結構被るところがあるから、ここに夜景来んじゃないかな？で、夜景が来るでしょ？で、フェルメールが来るでしょ？で、牛乳を注ぐが多分隣に来るでしょ？牛乳を注ぐ前、絶対偽物だったやつね。本物にまだ出会えてないんだけど、牛乳を注ぐ女がここに来ました。んで、ここだよ、ここなんか来るんだろうね。ここまさかのブリューゲルか明日届く、ブリューゲルかな、あ、ちょっとわかんないけど。よいしょ、よいしょ。でも時代的にはそうかなと思ったりします。この辺、写楽の本物が来るんでしょう。ここ。このちょっと、坂になってるとこ。ここ絶対写楽の本物、くそ、いつか、購入してやるぜ、写楽の本物、くぅジュフテラレンバーサス、常吉。そして、前回までの、絵画の、正解と不正解を、だっとね、見ていきました。ありがとうございました。